あれ、鍵開いてるよ。やだ、危ないじゃない。きちんと言ってあげないとダメね。ねえ、体調悪いって大丈夫なの？あ？え？どういうこと？うわあ、しまだ、ダメだよ、こんな、寮でそんな。
具合悪いんじゃなかったの？それとも具合の悪いこの子をここぞとばかりに芝が押し倒してるの？ダメだよ、芝。人前でそんなことするなんて。まあ、私が真面目なことは言えないけど、授業をサボってまで、ねえ。うん、わかったわ。もう何も言わない。私としたことが、ごめんね。気が利かなくて。もうすっかり理性を失って、芝も私たちのことなんて眼中にないみたいだし。お邪魔しました。エリカ、いいの？こんなこと寮内でしてるってバレたら。あの子が声抑えめにして、私たちが何も言わなきゃ誰にもバレないわよ。ほら、あんたも野暮なこと言ってないで行くわよ。友達のジョージなんて見たくないでしょ。あ、引っ張らないでよ、エリカ。誰かと思ったら芝。何？なんで俺を押し倒してるわけ？そういう趣味？何それ？犬の真似？っていうか、今日満月なのになんで重化してないの？ん？いや、いいよそういう悪趣味なギャグ。あと俺、男に押し倒される趣味はないからどいて。ねえ、言ってるの聞こえない。どけっつってるんだけど。ふん、ふん。はあ、なんなの本当に。またなんかうるさいのが来た。おい、何をしている？ダケン、それとミイラ。なんか面倒なのも来た。なんだと？ふん！なんだそれは。何の冗談だ。はぁ、やっとどいた。本当に悪趣味だよ。っていうか何なの？とうとう狂ったか。お前今日は満月だろう。なぜ重化していない？ブー！中身は重化してるみたいだけどね。犬みたいだけど。もともと犬だろう、こいつは。そうなの？狼じゃなかったの？なんだか知らないけど、
くだらない遊びに付き合うのはごめんだから。おい、理由を話せ。なぜこいつは重化していない？だからその事情を話せと言っている。おい、なんだそのムカつく笑いは。いや、別に。誇り高き吸血鬼様が狼の事情を気にするなんて意外だと思っただけ。下々の者のことなんてどうでもいいが基本なんだと思ってたから。貴様、この俺を愚弄しているのか。はあ？何が？俺がいつ愚弄したの？めんどい。この俺が面倒だと？自覚ないの？ウケる。文句があるなら上流階級お得意の服従命令でも出す？貴様。おい、シバ、それからゾンビの女、この不可解な状況の理由を説明しろ。どうしても答えられないなら、相応の行為を取らせてもらうが、いいんだな。ファン！だからさっきから話せと言っている。なぜ芝が重化もせず犬のように吠えている？くだらない。なんだと？貴様。本気でどうでもよくない？狼の事情なんてさ。俺はもう行くけど、吸血鬼様ももうどっか行けば？それともそんなに根掘り葉掘り聞かないと気が済まないの？なんだと？夏目。お前さっきから黙っていれば言いたい放題。はあ？君がいつ黙ったの？めちゃくちゃ喋ってるよ。頭大丈夫？そんなに何でも自分で把握しておきたい？結構レイってめんどくさいやつだよね。なんだと？たかがミイラの分際でこの俺にそのような口を。ただで済むと思ってるのか。ミイラの分際で、ねえ。いいな、それ。いかにもな感じがしてすごく小物っぽい。別にどうにかしたいなら好きにすれば？俺を殺したいなら殺せばいいよ。でも、覚えておいてね。追い詰められたネズミは自分より強い猫を噛むことだってあるし。その噛み傷が致命傷になることだってあるんだよ。この俺がお前に負けると言いたいのか。ほんとめんどくさいな。さっきから質問ばっか。自分で確かめてみれば早いんじゃないの？レイは俺が嫌いなんだろうけど、俺も権力があれば何をしてもいいって思い上がったやつ。大嫌いだから。俺もお前のように身の程をわきまえない愚者は、死して己の愚劣さをあがなうべきだと思っている。ふーん、じゃあ話は早いんじゃない？ふん。興ざめだな。あれ、殺さないんだ。
お前をここで殺せば、さっきからこちらを伺っている野獣魔ども全員を口封じに消さねばならなくなる。第一、貴様何なんだ。俺を挑発してわざと焚きつけているようにしか見えん。なぜ俺がお前の術中にはまってやらなくてはならないんだ。別に計略も何もないけど、ただやれるもんならやればいいって言っただけで。それが気に食わん。俺のやることで気に入ることなんかないでしょ。俺はお前が嫌いだ、うさんくさい男め。奇遇だね。さっきも言ったけど、俺も嫌いだよ。おい、ゾンビの女。なんだか知らんが、シバが正気に戻ったら覚えておけと伝えろ。なんか疲れた。俺も行こう。は？何が？別に君のためじゃないけど、またそういう面倒なこと言うのやめて。ただそこのバカ犬に急にのしかかられてムカついてたのを発散したかっただけ。ほんとめんどくさ。ババア、どういうことだ。絶対許さねえぞババア、殺す。バカ言うな、落ち着いていられるか。ババアのせいで俺のプライドが。なんだい、急に来たと思ったら突然大声出して。願いは叶ったかい。叶うか。のんきにアホなこと言ってんじゃねえ。ババアのせいで大恥かいたじゃねえか。なんだって、どういうことだい。なんてことだい。あんた、本当に何の願望もなかったのかい？だから最初からそう言ってんじゃねえか。実験対象を誤ったようだね。あんたも災難だったろう。おや、災難だけでもなかったのかい？災難だよ、大災難だったっつーの。もう効果が出てくることはないよ、問題ない。ただ貴重な薬を少し無駄にしたね。前にも言ったけど、
あの薬は飲んだ者の思いが強ければ強いほど権限力も持続効果も高くなるんだ。逆を言えば、思いが弱ければうまく作用しないし、おかしな方向に効果が出てしまうこともある。体が重化しないまま中身だけそうなったのはそのせいだろうさ。いや、あるいは、あんた、できることなら重化したくない、なんて思ってたんじゃないのかい？まったく、本当にもったいないことしたよ。うるせえ！ババアのせいでな！俺は、思い出したらまた恥ずかしくなってきた。もう死にたい。殺せ。人思いに殺してくれ。そういう問題じゃねえよ。例の野郎があのまま黙ってるとは思えねえし、エリカやナギだってあの時こそ慌てて出て行ったから追及はしてこなかったけど、なんで満月の日に俺が重化してねえのか、そのうち絶対に気づくだろうが。やめろ、マジでやめろ。お前が説明するとまたあらぬ誤解を招く気がする。まあいいじゃないか。過ぎたことをいつまでもぐちぐち言ってるのは男らしくないよ。だからてめえのせいなんだよ、ババア。まさかあんたが子犬ちゃんのままでいいと思ってるとは、さすがの私も思わなかったからね。狼ってのは群れの中でも順位性を用いてるだろう。そのトップに立ちたいと思うのは当然のこと。特にあんたみたいなタイプはそういうことにうるさいくらいこだわるもんだと思ってたけど。うるせえ！俺はもうそういうの気にするのはやめたんだ。なんでそこでお前まで疑うんだよ。あ？バッカじゃねえの。俺はもう別にそんなのどうでもいいんだって前に言っただろ。お前のそばにいたいから。だから俺は今のままで。この子のそばにいたいから、かっこいい狼にはなれなくてもいいと思ったのかい、あんた。うるせえ！いいじゃないか。そっちの方がずっと男らしいってもんさね。器の小さい男だと思ってたけど。あんた、やっぱりいいのを捕まえたね。言ってろ！